お疲れ様です。今日はこちらジャイプリルージやってきます。さあ、なんだかんだね、ジャイアントが強いですよと。まあ、プリンスもね、はい、強いです。まあ、フェニックスも強いですというわけで、なんかこの辺をもう高回転で出しまくるだけでね、基本的に、勝てますよと言ったデッキを今日やっていきます。もうジャイプリフェニックス組んで、あとは、まあ、ユニット、相手のユニット見て、呪文打って、無限に繰り返すかなと。1倍タイムにゴリゴリ攻めちゃいたいなと思いますが、さあ、初戦から、エゴールです。世界大会優勝経験ありのの、はい、レベチが来たんですけど、まあ、こういうのはもうレイジとか打っちゃってあんま考えずにデリバリーとかあるから、あーうまいその SP からのうっからのうっねない綺麗に守ってきますやん。さあディガっぽいかな。でまあ、なんか今みたいに結構施設とかには突破がむずいように見えるんですけど、まあ、進化ボンバーもあるんでジャイプルフェに組んでなんか蓋来たバルキリーとかをねいい感じにできればいいかなと思います。でもあんま考えないですこのデッキはこのデッキはね、あワンチャンゴブリン生まれねえかな。えゴブリンえ何撃たれおっついちょっとだけでかくね。いやーそんなか。いやーまあディガロケっすわ今回の相手は。いやーまあでもこれは次進化デスラなんで、まあ、次のジャイは適当でよくて、その後のジャイに、まあ、ボンバー使いながら勝っていきたいかな、まあ、トリバーンジャイプリフェニックス形組むのがいいっすね。まあ抑えまして、まあ今回ヤナメゴブリンに打てればいいぐらいかな。まあフェニーぐらいはつけといてね、相手してうざいと思うんで。進化バルキリーなん、そして、まあ、暇なんでレイジだけ打って、まあ、これでバルキリー溶かしながら、あいつちょっとだるそうだけど、いやうまいなそのゴブリンポイズンまで。よし、こっからは俺のターンですいやまあロケあったんでね。リートプリもいんのか。やばリートプリのリセットありません。いやうますぎんなこいつ、どうなってんだこいつうますぎるんですけど、どうしよう。いやーまあこれ血合いじゃないとどう考えても通らないんで、まあ、もう一回血合いしてから考えるか。はい、まあ適当に程度回して、まあ、ここからねプリンスがいらなかったりする。いやマジでもちょっと熱い。えマジである、マジで熱い、ボンバーゲーしてます。相手がロケットあったんや、最悪やこの状況からロケくんのまずいな。いやこれプリンスもいらねえわ、進化ボン回しまくろうぜ。いや進化もあるんだよな。もう勝てそうじゃない
ブッパ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 、いけ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 、マジでやばい。まず、おい、マジかよ怖すぎださ。進化ボンバーギーか。いや途中からね、プリンス出さなかったらよかったかな。まあ、スケールスピがいるジャイアントで、まあ、ボンバーもレイジマって結構回転早いんで、まあ、なんかジャイフェニックスボンバー1コス2枚か、まあ、ジャイフェニックスボンバー、まあ、別にレイジ1コスとかでもいいんですけど、進化ボン最強だったんで無限ボンバーっすね。今回もちょボンバーをたくさん出そう。ブラスタードリル、さあドリルも、まあ、結局また同じ進化テスラでカッチカチなんで、まあ、突破するのは結局進化ボンバーかなっていう話っすよね。壊しちまえ、行ってもよそう。いや待って、左がなんで、え、プリンス、あの状況で一発与えたいや多分そうだな、1200ぐらいはプリンスの突進ダメなんで、そんなことある。いやでかっ、進化もあります。いやーこれ間のバリキリタデさんなんで、ボンバーに抜けたら強えな。呪文もこいつんだけとかなんでね、ヤナム打ってからの、いやまあ普通にこのプリンス強いわ、呪文っぽいだけなんでね。あ、まあ、これ進化ですらなんで一応。行く振りだけして、行かないぐらいがいいか。その後の進化本メインとかで良さそう。まあ、芝居とくか。本命はこれ。え。最悪。いや、相性そうだな。いやーと言っても進化ドリルがちょっと強かった。さあボンバ頑張りまして、いやマジ進化ボンでしか削れないかもな。いやーブラスターが強い、いや全然左削りたいんですけどね右が入っちゃった。頑張れば相手の攻めを完封できるか。
やばい、天才穴埋めしたかも。ポイズン使った。うわー、勝ったんや。いや、シングルスラー意外と、いや、マジで本当にボンバーで夢掴んでるだけかこのデッキ。勝てば何でもいいか。まあ結局最終盤進化ドリルポイズンで絶対削られちゃうんで、俺もどうにかして削んなきゃいけないですからね。それが大変だな。さあ、迫撃のプロね。ワンチャン？これ2発で、ああ、まあ迫撃ディガーのモジャオくんです。いや、これマッチで相性そうな、スケトラいなかったら天国だな。フェニー、あ、じゃあスケキン、まあフェニックスかスケトラかコウモリかみたいなのがタイヤくんによくいて、おお、冷静だな。まあこれはどうせ突破できないんで呪文で削って進化回しちゃって、これめっちゃいい決着だな。進化ボンバーあるよ。相手もあるんか。ああ、え、プリンスイン。これたまたまタワー入ったりしない？下手すぎた。いや、ダメか。やべ、下手すぎた。ああ、進化ボンが俺の。俺の進化モンガー、ちょ待って。もったいね。ヒマヤナメですらちょっと怖いか。いや、まあボンバーいるんだ俺。どう考えても右ではとか。おー、あんま攻め悪来ねえなと思って来たわ。いや、まあまあ別に悪い攻めじゃないな。え、やばい、今の生まれこそ必殺。なんか耐えられてんな。いや、防白のダブルブラスターバケモンがよくすぎんな。決着です。あれ、左進化版でさ、
待って、進化スケドリーム待って、カット。危ねえマジでさっきから、うん、危ねえ、でかすぎる。いや毎回救ってくれるのは進化ボンバーだな。結局ウィンスもフェニックスも、まあヤナメもレイジも進化スケも全部いいんだけど、進化ボンゲーだ。さあロレックスドリルかな。まあ、トリマ進化を貯めて、いやマジジャイに1クス2枚はあんまなかったか。やらむっちょ、まあバルキリー立て戦同じかな、ちょっと流行ってんでね。壊せ、いやーもう全然いいんじゃね、これ決済して結構いい感じになんねえかな。まあ、ブラスターがマジ強いんだよな。オールブレイクない、あってもドリル単品、うん、いやーまあここで進化ドリルいけた方が天国ではあったか。進化ドリルじゃねえ、めっちゃ強くね。ミリ残りレイジが、うえ、お、え、やばい、レスピでちょっといい感じになった。でポイしかないんで、ウッドがないんでね、気楽。しかもこの進化スケは相手は対応しないといけない。いやーいいボンバーや、これ血じゃいか悩むな。まあでも血じゃいか、さすがに進化ドリルプリンスボンバーもあるんで、あ、進化しねえわこれ、やべ痛すぎる。まあ棒ポイを使わせられるだけで結構でかいかも。いや、いい、確実にダメージを抑えて、いやまあ強すぎんなドリル、何そのおしゃれな。いやマジでね、進化ボンバーを攻めで使いたい。一発でかっ。いやーまあ卵、え、いやー拾え、入りすぎだろ。いやこのヤラメタワーに入ってないのやばすぎる。
いや負ける、やっぱあのヘナチョコヤラメのせいで負ける。うわーやったわ。うわマジやだめ。うわーやったー、もうあげんの。いやマジでやなみ1回分だな。エイジ2回分、やなみ1回分。わ勝ちですね。はい負け。まあドリルはね根拠あれば一応加砲されるんで許せるっちゃ許せるんですけど、まあ、あの加砲されてもバカツです。加砲タンです。どうなってんす。結局来シーズンもドリル環境じゃないですかっていうのには、まああんま変わりないんですけど、リートプリンね、あの俺の時ちょっときついんだよ、リセットが。ザッピージャイスキャラね。さあジャイ、でも珍しくね、ジャイスキャラならまあ別になんすけど、ザッピーとリトルプリンスよ、バリー。いやーあいつかな、リトプリが届かねえんだよな。え聞いてないんだ、まあ、単品。え、めっちゃ事故りそうなのにリトプリ頑張りすぎじゃね。おーいマジか今の今の勝つんからの結構事故ってもそうだったけどな。さババッババザピオくんね。いやこれも進化ボンバーギーをしたくて。めっちゃ程よいや。まあそんな悪い攻めはしてないの。いやババザッピーなのちょっと納得いかねえな。もう一回耐えるか、やっぱ進化ボンで夢掴むしかないんだよ。つってプリンス出しちゃった。ババを無理やり突破してみせよ。まあちょっとありそうです。ま、ご利用しです。正解は回転速いのもちょっといいか。さあブラスターね、ウォールブレーカー、まあ、ドリルやほぼ角で。いやすげえいるんだよな本当に。みんなそれ、間に合え、いいね。さあまた同じねこのドリルと何回試合するんですかって話なんですけど、進化ボンバーかな大事なのは。
ここバルキリー縦線とかで守ってくんねえかな。フェニーくらいつけて、それずりーな。結局テスラを組んかいっていう。言うのだ。いや待って、なんか言うの。え、なんで。終わりそうじゃね。あれ、なんでだ。なんでだ。これロケットだったっすね。相手ロケ防衛しなかったから止まんなかったんだ。いやーマジこんぐらい楽に勝たしてくれたらな毎回。あっち形組めば勝てます。お、さっきもやったかね。同じっすね。ドリルです。無限ドリル編来た。いや、見てなかった。からの、まあ、悩ましいな、これ。ケツジャイ、進化ボン。まあ、ケツジャイしちゃうか。最終結構削られちゃうんで、ちょっとだけ削りたいんだよな。まあまあまあ、次進化ドリルか。花丸うどん、温玉肉ぶっかけ丼、へいお餅。一旦守りからいっちゃう。まあ過剰でもあるが、お互い攻めの手札は整ったっていう。え、弱すぎる。ケツジャイでした。どう考えた。ここだ。進化もないんですけど、ワンちゃんバルキリーにまで勝てねえか。生まれないんだ。待って、神ボンバレージ来た。やばすぎる。え、ボンバーゲーすぎん。さっきから
いやーまあちょっとぐらい許すか。これ穴埋め使ったんでオールブレイクくるんで。今度かーい。マジかよ。え、待って、なんで77 絶対プリンス事故ってるわ。いや、ラッキーすぎる。いや、もうこんな感じっすというわけですね、ジャイプリですね。まあ、今期いろんなデッキいるんですけど、このデッキはなんかあんま考えなくてね、ジャイプルフェニーで後ろつけておけば結構楽に勝てるんで、俺は好きなデッキです。はい、シーズンも残り短いんで、まあ、沼った時とかにね、ぜひ使ってみてください。よければちゃんと効果も、おっしゃっすよ、おっしゃっすよ、おっしゃっすよ、またね。